グアダルーペは、スペインエストレマドゥーラ州、カセレス県のムニシピオ。グアダルーペの聖母像一説によると、聖ルカが、グアダルーペの聖母の彫像を彫り、この彫像と共に、グアダルーペに埋葬されたとされている。4世紀に、ルカの遺体と共に、彫像は、コンスタンティノープルへと移された。590年、ローマ教皇グレゴリウス一世は、 特別に作らせた礼拝堂へ彫像を収めた。ローマが薬病の大流行に見舞われた際には、グレゴリウス一世は聖母の彫像に取りなしを祈ったという。ペストの終焉後には、人々が礼拝行進を行う一方、サンタンジェロ城の頂上に天使が姿を現し、人々に呼びかけた。ローマのグレゴリウス一世は、セビーヤ大司教レアンドロにあてて、聖母の彫像を送った。 ローマからセビーリアへの途上、彫像を託された、修道士イシードロは、会場で大嵐に見舞われるが、聖母の庇護を受け無事にセビーリアへ到着した。レアンドロは彫像を境界祭壇に据え、彫像は、イスラーム教徒が信仰してくるまで、数形の対象となった。714年以降、高位聖職者たちは、イスラーム信仰から逃れようとイベリア半島北部へ、向かい、彼らは、 聖母の彫像や生遺物の一部を持ち出し、グアダルーペガシへ隠した。グアダルーペとは、隠された川という意味である。一人の羊飼いが、聖母マリアを原始するまで、彫像は隠されたままであった。13世紀後半、または14世紀初頭のこの土地において、ヒルコルデロという羊飼いの前に、聖母マリアが出現したという古い伝説がある。グアダルーペガシに、修道院が建てられ、 周囲に人々が入植した。初めてこの定住地が歴史上で名を表すのはアルフォンソ11世時代の1340年タラベラデラレーナの町に属していたグアダルーペが住民に与えられた時である。1347年にはプエブラデサンタマリアデグアダルーペという名前の町として知られていた。1349年王はグアダルーペの町の支配権を 修道院に与えた。これは、アンシャンデチームが崩壊し、ムニシピオが創設された1820年に初めて、町役場が設置されるまで存続した。1834年以降、町はログロ山教区に属し、1842年の調査では700世帯3835人が暮らしていた。自治体収入における比率が最も高いのは観光業である。 ついで農業、畜産業である、ありがとうございます。